はい、ということでどうも皆さんこんにちは。8月も明日で終わり、2部でございます。時間が流れるのは本当に早いな。ツッコミ担当のマリサだぜ。夏と言ったらホラー、ホラーと言ったらゾンビーってことでマイクラでバイオハザードやっていきます。マイクラでバイオハザードしたいとディスコードの方で相談したら、じゃあデータパック作りますね。って言われて作ってもらいました。お前の周り優秀すぎない?この場を借りて改めてお礼を。ありがとう、ありがとう。それじゃあ早速試しましょうか。まずは難易度をノーマルにして、時間を夜あたりにしておきます。そしてデータパックの特定のコマンドを入力すると、なんか土からゾンビが生えてきたな。このように、ゾンビが一定間隔で土から生え出るようになります。バイオハザードでなぜあれだけゾンビがいるのかの説明がこれでつきますね。全く違うんですが、これなら夜の地上でもひたすらゾンビと戦う羽目になりますね。はっはっは。何は露天ねん。土から出るゾンビの範囲もプレイヤーの近くなので、自分の周りにゾンビがいないってことにはならないですね。親切設計ですね。親切設計なんですが。ちなみに、今のスポーン間隔は5秒ですが、こんな感じに1秒間隔にすることもできます。おお、なんかむちゃくちゃ湧いてるな。きっとここは大昔の墓場だったのかレベルで這い出てきますね。1秒間隔ってことは1秒でゾンビを倒さないと増え続けるってことだよな。まあ全滅がバイオハザードの醍醐味ではないですからね。今回はうまく切り抜けてアリスごっこを楽しみたいですね。試しに村人を一人放ってみましょうか。すでにその思考が人体実験なんだよな。おお、すごい、すごいですよ。どんどんゾンビが集まっていってるな。これがバイオハザードですか。よくアメリカのゾンビ映画で見るやつですね。無言でもう一人投入しないで。試しに普通に投入してみましょうか。おお、逃げました逃げました。あのゾンビの密集から逃げ出したのか、すごいな。こうやって上から見ると本当にバイオハザード感がありますね。むちゃくちゃゾンビがついていってるな。せっかくなので見続けてみましょうか。さあさあ、どんどん湧いて出てきますよ。そうか、お前の周りにゾンビが這い出てくるんだよな。おお、避ける避ける。村人の身体能力って、電源撤回。こういう行き止まりのところでゾンビに襲われるの最高にアメリカンな感じですよね。理解できないんですが、ゾンビ最高、アメリカの映画最高、喜びの村人投入で祝いましょう。少なくとも喜びで村人を入れないでほしい。これってもしかしたら木の上に村人を置けばゾンビの密集具合半端なくなるんじゃないですか。ってことで試しに実験。なるほど、さすがにゾンビも木の上には這い出てこないからな。やはりだんだんと集まってきていますね。湧き出てくる数も含めてもかなりの数だな。映画ではこの数をバンバン倒してたということですか。そう考えるとアリスって想像以上の怪物だったんだな。せっかくなのでどのくらい、あれ普通にこの葉からゾンビ這い出てない?まさか土からだけでなくこの葉からも湧いてくるとは驚きですね。この葉から湧くゾンビとは一体、つまりこれを使えば村人を入れるだけでバイオハザードごっこができるんですよ。画期的ですね。全く画期的ではない。さあさあ、どんどん村人を追いかけるのだ。なんかいろいろとカオスになってきてるな。もうマイクラはこういうのでいいんですよ。そろそろ冒険や開拓の時代はおしまい。ひたすらゾンビから逃げる時代でいいじゃないですか。方向転換しすぎじゃない？というか、村人が結構検討しています。全言撤回。やはりいつ見ても飽きないですね。サイコパスなんですが、これこそバイオハザードですよ。なあ、少し言いづらいんだが、バイオハザードってゾンビじゃなくてアンデッドじゃないの？黙れこそ。いいんだ。ゾンビとアンデッドなんて同じなんだよ。ああ、今のでバイオハザード3000円的に回しちゃったね。これはリアトツテイウイルス投げ込み不可避ですね。リアルバイオハザードなんですが。というか、アンデッドってゾンビとも言うらしいですよ。これはマリサ先走っちゃいましたね。途端に調子の。村人に何の恨みがあるんだ。せっかくなので日頃の鬱憤を晴らすべく、もう少し村人の周りにゾンビを集めてみましょうか。鬱憤の晴らし方が異質なんだよな。今は倍速でお送りしていますが、おそらくあそこの村人のストレスはとんでもないことになってそうですね。実に愉快だ。まさにゲドウ。これ、時々特殊なゾンビがあったら面白そうですね。ああ、本家でもある強化体みたいなやつか。それを100体ずつ集めて村人のストレスを真っ赤にするんで、どうしたらその思考になるのか。これはマイクラの歴史に残る大きな出来事になるわずですよ。むしろ汚点としては永遠に語り継がれるだろうな。ってことで私も早速やってみましょうか。さっきの村人はなかったことになったの？とりあえず鉄防具さえあればこのゾンビの大群からは逃れられるでしょう。てかゾンビの声を言って、原因 100% お前なんですが、鉄防具と私の鍛え抜かれたアスレ能力があれば完璧ですよ。このゾンビの大群の中でも生き延びてみせますよ。さあどれだけ生き延びれるのかが楽しみだな。さあ始まりました。マリサの魂がかかったバイオハザード耐久レース。いつから私の魂がかかってるの？あれもうダメージ食らったからお前ももう感染するんじゃ。ということで、今回はここら辺で終わりですね。無言で諦めないで。
しょうがないじゃないですか、噛まれちゃったんですもん。まああれは私のクローンなので大丈夫ですが。当たり前のようにクローンを使うな。面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくね。このデータパックを作ってくださった方にも感謝だな。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。次回も見てくれよな。